はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりふとです。はい、ですね、まずちょっと一つお断りなんですけれども、昨日昨日その前とね、ちょっと無理してね、できればできるだけ早い高画質で配信しようと思って、途中私の余談みたいな話をね、だいぶカットしたんですね。で、なんですけれども、本当はね、コメントにあったように、もっとね、高画質で、長時間撮れればいいんですけれども、まず制約があって、まず機材の制約ですね。今、iPhone12 で撮影してますけれども、iPhone12 で撮影して編集してアップするので、毎日アップできているんですね。これが旅好き夫婦の人チャンネルみたいに 4K で撮影してパソコンで編集してやっぱアップするとやっぱりね、なんだかんだで2週間ぐらいかかるんですね。確かに高画質で綺麗だと思いますけれども、今のスタイルがね、毎日毎日皆さんからね、たくさんねコメントとか、それからリスナーさんのね専用ページを使っていただいて、いっぱい写真を送っていただいているので、できるだけ長く、動画撮影しようと思うと、どうしても低画質になってしまいます。本当にね、せっかくの写真をね、低画質ということで申し訳ないと思いますけれども、もうしばらくね、このまま我慢していただきたいと思います。チャンネル登録者数がね、やっぱり1万人超えたらね、もうちょっとね、もしかしたら編集を外部のご依頼したりとかできるかもしれないですけど、そうはいかないので、いつもね1時間以内でだいたいね撮影と編集まで終わりせるようにしてるんですね。なので、本当に、そのあたり、ご理解いただければと思います。前置きを お話ししました。今日のねテーマは3部作でお話をします。まず1番は、余談雑談ということで、まずね今日この前の動画でフィルムカメラの、フィルム装填の動画を配信させていただきました。これはね、今チャンネルご覧になっているベテランの皆さん向けではなくて、これからフィルムカメラ始められる方向けに配信した動画なんですね。なのでちょっと明らかにね動画の作り方が違ったかと思いますけれども、で皆さんからねいろいろね注意点、その他コメント、下手さんですとかね誠治さんとかいただいて、本当に、コメントぜひ入れていただきたいと思います。というのはね、これからフィルムカメラを始められる方向けの動画ですので、その皆さんのコメントを見て、さらにね注意されてフィルムカメラ、上達すると思いますので、ぜひね皆さん本当にコメントたくさん入れていただきたいと思います。で、なぜ今ねフィルムカメラのフィルム装填のお話をわざわざねアップしたかというと、実は私のショートの動画で、確かね和歌山に出張に行った時かな、ホテルでねフィルムを入れようと思って、ショートでね動画作ってみようと思って、60秒でフィルム装填するっていう動画見た方いらっしゃると思いますけれども、それがねなんとね約1年半で2万5000回再生になったんですよ。で、先月だったかな、その手の動画の中で、上位4位に入ったらしいんですね。というような、コメントは Google というか、YouTube の方からやってきたんですよね。で、2万5000回再生、プラス542いいねっていうのが あるんですね。で、前月までは12位だったらしいんです。それが先月、4位まで上がったということで、おそらくね、ペンタックス17の発売とともに、やっぱりフィルムカメラへの、関心が高まって、そのフィルムを装填する方法っていうので検索して、上位に上がったと思うので、もうあえてね、
フィルムカメラの今更と思われる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、あのフィルムの装填の仕方についてのあの動画をアップさせていただきました。で、後でね、気が付くてね、あの言われる通り、あの日陰でやるんですよとかね、あのそれとかね、私ちょっと触れるの忘れちゃったんですけど、あのシャッター幕には絶対触れちゃいけませんとかね、あのいうことをコメントで入れるの忘れてしまったんですけれども、この動画はね、これ皆さんこれから注目していただくと分かると思いますけれども、これは、じりじりとね、多分再生回数は上がっていく動画だと思います。例えばね、あの同じように再生回数がじりじり上がっていく動画としては、バルナックライカの使い方っていうあの動画が、初期の頃作った動画あるんですけど、それもね、あのじり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 とずっと上がり続けてるんですね。なのでそういう動画になると思います。はい、ということで、まず最初の話はね、余談の一つで、フィルムカメラの、あのフィルムの装填の仕方っていう動画を配信した理由と、それからぜひね、あの皆さんにたくさんね、コメントを入れて、これからフィルムカメラを始める方に、注意点とかね、コメントいただけるとすごく嬉しいなと思いますので、ぜひね、遠慮なく、ご遠慮なく、コメント入れてください。そういうチャンネルなんですね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、で余談の2つ目の話です。昨日ね、クロちゃんのパパさんからご質問いただいた、露出系の話ですね。露出系のついてないカメラの露出どうしてるんですかっていう、ご質問ありましたよね。それに対するね、皆さんのね、それぞれのやっぱり、本当にカメラに、を使う人の、これだけたくさんのコメントが集まるっていうことは、実はやっぱりね、それだけ多岐にわたって選択肢があるっていうことだと思います。私の場合はね、最近はやっぱり、割と、iPhone アプリのライトメーターっていう、アプリ、無料アプリ使ってるんですけど、まあこれの精度が割といいっていうことで、それとやっぱり常時ね、iPhone 持ってるということで、ライトメーター使ったりとかね、しますけれども、これがね、リバーサルだったらそうはいかなくて、もっとね、精度の高い露出の、測り方をしなきゃいけなかったりとか、それから、私も自身もね、表を自分で作ったんですよ。前、ISO感でいくつで、絞りいくつだと、シャッタースピードいくつっていうように表を、ISO100 から800ぐらいまでの表を作って、それで常時持っていた時期もありますし、それぞれのね、露出に対する考え方っていうのはね、すごく分かってね、面白かったですね。なので、こういうふうに、クロちゃんのパパさんみたいにね、ご質問いただけると、それに対する一人一人のね、答えが、様々で良かったなと思います。で、草井さんからお話ありましたけど、ニコン F 持ってないんですかっていうご質問ありましたけど、ニコン F 持ってます。なので、これはね、フィルムの入れ方の時ですよね。ニコン F でフィルム入れればよかったですね。はい。ニコン F、ニコン F3、ニコン F4、持ってます。残念ながらニコン F2 はね、金欠の時に手放してしまいましたけども、まあ、今、まだまだね、そんな状況なので、なんですけども、もうだいぶ、その手元に持っておくカメラっていうのはね、絞られてきたのが、まあ、現状かなと思います。これが、はい、第1部のね、余談雑談のお話です。はい。で、第2部のお話をします。はい。第2部だったかな、第3部だったかな、分けて、なかったかな、ごめんなさい、第2部にしましょうか。第2部は、皆さんからいろんなね、ご提案をいただいて、ちょっと考えてるのが、ノベルティっていうかね、いうものの、カタログを取り寄せたんですよ。これ何かって、たまたまね、YouTube じゃなくて、なんだっけ、ネットを見ていたら、ピンバッジ
の、見本を送ってくれますよということで、こういう風にね、ピンバッジの見本を送ってくれたんですね。で、ここに、ほら、カメラの形のピンバッジとかあって、まあ、こういったものもね、いずれはね、何かね、ノベルティで作れると面白いかなと思うんですけど、どうも予算を見るとね、とても、まだまだチャンネル登録者数が少なすぎかな。やっぱり、何万人とか、銀の盾をもらえるようになったら、こういったノベリティも考えていったらいいのかな。あ、無償で配るのはちょっと難しいので、今もし作るとしたら1個のね、何百円とか何千円で販売することになってしまいますので、ちょっと今のところ難しいんですけど、まあ、将来的にはね、こんなこともやっぱり考えていった方がいいのかなとは思っています。まあ、これが、はい、2つ目の話題です。皆さんからね、やっぱりライブ配信とかね、それからオフ会だとか、みんなで写真展とかね、いろんなご意見をいただいて、すごく嬉しかったと同時に、今まで本当にね、一方通行で、孤独にマイクに向かって、iPhone に向かって話し続けていた言葉がね、実はね、全国というか、実は海外視聴者の方も結構いらっしゃるんですよ。なので、まあ、いろんな方にね、YouTube を通して届いていたんだなっていうことが、今回、空の旅人さんから始まったお話ですよね。くるくるさんに、こういった投稿の、サイトを作っていただいたりとかいうことで、よりなんとなく親近感がね、皆さんと湧いているような気がします。で、今やらなきゃいけないのは、先ほど言ったようにフィルムカメラの、フィルムの装填の仕方ということを、なぜ配信したかというと、やっぱり若い人たちにね、フィルムカメラの裾野を広めたいなという、このチャンネルのやっぱり役割でもありますので、そんなことも含めて進めていきたいと思います。まあ、その時にね、こんなノベリティのね、見本をいただいたので、これもね、将来的にはね、考えてもいいのかな。でもね、まあちょっと無償では今のところ無理な状況です。はい、はい、ということで、今日3本目のお話です。はい、それでは、まずお一人目ですね。はい、梅さんです。梅さんはね、A プランで、カメラが当選された方だったんですね。ちょっとね、カメラに不具合があって、カメラの入れ替えをさせていただきました。で、それでお礼の言葉としてね、一人言様、それからね、空の旅人様っていうことで、本当にありがとうございましたというお礼のメッセージとともに、写真、3枚送っていただきました。で、今回送っていただいたのは、試しに購入したハーフカメラ、リコーオートハーフ SE2 です。3000円ほどで購入し、自分でモルテを貼り替え、恐る恐る72枚を数ヶ月かけて撮影してきました。フィルムは、コダックのカラープラスです。1枚目のタイトルはガリバーということで、東京隅田川に架かる中央大橋です。私にはガリバーに見えますということで、本当にね、下から見上げた、すごいね、迫力のある写真です。2枚目のタイトルは7対18ということで、場所は、隅田川の、これ永代橋ですかね、です。通勤途上のでの瞬間、2人の男女が幼なじみだったらとか想像しながらシャッターを切りました。3枚目はタイトルは、街を見守ってということで、月島にある交番です。東京にお住まいなんですね。どう見ても建物が斜めです。でもまだ使われています。月島も再開発が進んでいます。下町のイメージというイメージでも、実はタワーマンションが多くなっています。下町じゃなくなってきてるんですね。かなり前から街を守ってきた番人のような感じがしますということで、交番をね、擬人化して、撮影されたんだと思います。本当にね、
40年ぶりのフィルム写真ということでご了承くださいって書いてありますけど、本当にね、綺麗な写真が、レコードオーハートハーフでこれだけ撮れるんだなーっていうような写真です。はい、今度はね、富士カラー100を MZ5 に入れて、撮影をしますということで、ぜひね、ご投稿をお待ちしています。それでは、梅さん、はい、3枚写真ご覧ください。はい、今日2人目のご紹介です。タイへの期待さんですね、メッセージ那須動物王国の写真ですということで、カメラは、ニコン F80、 これニコン F80 ね、以前ちょっとご紹介したと思いますけど、たまたま見つけてね、使ってたんですけど、すぐに手放しちゃったんですけど、あの後ね、ニコン F80 は見つからないですね。なかなか見つからない、はい、レンズは AFS の 50mm F1.8G です、フィルムはコダックのウルトラマックス400だったと思いますが、余談ですが、私が行った次の日に、某お笑い芸人さんがペンギン池に落ちてニュースになっていました、タイムリーでびっくりしました。誰なんでしょうね。ペンギンの池に、これは、お笑いで落ちたのか、本当に落ちてしまったのか、ちょっとわかんないですけども、那須の動物王国の写真ね、動物が本当にね、可愛く写っています。はい。なんだろう、犬、猫なのか、なんだ、リスなのかよくわからないですけど、すごく可愛く写ってます。はい、それでは3枚ご覧ください。はい、今日3人目のご投稿ですけど、セイージさんですね、はい、今回も花の写真を投稿させていただきますということで、セイージさんはさすがにね、マクロマスターというかマクロですね、1枚目はガーベラの花です。ただセオリー的に花の表を撮るのではなく、花の裏側を撮りました。普段見られない花の裏側も造形的な美しさはあると思っていますということで、機材はね、オリンパスの EP5、レンズはマイクロニッコールの 105mmF4 ですから、まあ、実際には 210mm になるということですね、ということで、はい、2枚目はね、松葉ギグです、シャボン玉ボケの出るレンズですが、はい、シャボン玉ボケ関係なく柔らかい写りをするレンズで、濃い色の花を、柔らかく表現できましたということで、レンズは、オリンパスプレジェクション随光 65mmF2.8 改造レンズだそうです。はい、で3枚目ですね、キバナコスモスと花アブです。ね20年ほど前まで園芸品種としてキバナコスモスが植えられていたけれど、いつの間にか雑草扱いになりましたね。ちょっと寂しいですねというお写真で、レンズはね、キャノンの QFUD の 50mmF1.4 です。キバナコスモスって外来植物にあげられちゃった花なのかな。ちょっと不明ですけども、いずれもね、やっぱり綺麗に写ってます。はい、3枚ご覧ください。
はい、今日4人目のご投稿は、はい、毎日ご投稿いただいてます、解禁書ですね、ラグナス鈴木さんです。はい、メッセージは、今回は昔のコンパクトデジタルカメラで撮影した写真を応募しますということで、タイトルは2024夏の光、撮影場所は自宅近所。あ、なるほど。タイトルは2024年夏の光がタイトルで、撮影場所が自宅近所ですね。ということで、3枚のね、撮影、写真を送っていただきました。なんともね、何かいろいろ想像させるような、想像するようなね、写真をね、ラグナス鈴木さんいつも送っていただきます。はい、それでは、3枚、ご覧ください。はい、ということで、まあ、今日はね、二部作というか三部作というか、で、構成をして、皆さんにご紹介させていただきました。ね、少しでもね、多くの方が、フィルムカメラに親しんでいただけたらいいと思いますけど、その前にね、もっともっと、高いハードルがあって、まず、スマートフォンでもいいからね、写真を撮ることに、楽しみを覚えていただいて、その後にね、デジタルカメラでもコンパクトカメラでも結構なんで、カメラを使う文化をね、もう一回、再生して、それから、まだその先にね、フィルムカメラがあるようなね、気が最近してきました。ということでね、これからもね、いろんな動画を配信していきたいと思います。皆さんからもね、いろんなアイディアを実はメールとかでもいただいています。ですので、そういったアイディアをね、少しずつね、またこの場所でね、皆さんに測って、チャンネル登録者数が増えて、そして、まあ、カメラをに親しむ人口がね、増えていって、でなおかつその中でもね、コミュニティができると楽しいチャンネルになるんじゃないかなと思って、すごく最近ね思うのは、独りよがりの自分だけのチャンネルじゃなくなってきたんだなっていうことを感じています。本当にね、皆さん、いいチャンネルになってきたなと私自身もすごく皆さんに感謝しています。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。